また来て。気分を変えるか。物は試しだ。感じか。何を選べばいいんだ。どれにしようかなっと。どうだ。身なりは大事だからな。いろいろ試してみよう。どうだろうか。さて、どれにするか。テレビ電話、今は普通にスマホで。俺はドリームキャストでテレビゲームっ子め。それはあんま関係ないけど。でもここまで来たらタイムマシンがあったら何して。そうだな、当時の自分に言ってやりたいな。そう、大変だったね。せっかくのタイムマシンだぞ、もっと夢の。じゃあその日は私か。ん、ちょっとタイムマシンで家を出る。タイムマシンの無駄っていうか今。写真か。今はもう、そうだね。ある日突然撮りたいものがなくなって、撮り切ったって。自分の世界の端まで撮った。まあガキながらに。もうまたいつかカメラ熱が再燃。どうだろうね。よし、自販機のあったかいってか。どうしたの急に。ああ、そう言われると確かに。まあ自販機によって微妙に表記が。おお、そうなのか。なんかもっと面白いバリエーションとか。というと。さっちゃんさ、せっかくだし。あ、マジ熱いんだけど。おほほほほ、これは摂取。ちょっと色っぽい感じで。って何言わせんのよ。
いいもんだな。自販機より付き合ってくれたさ。UFO かと思ったら飛行機か。残念。残念だって。だって聞きたいことでもあるのか。ああ、聞きたいことか。そう。お見合いか。でも確かに何聞く。別に宇宙人と。キリュウさんだったら。え？俺か。お見合いじゃん。いい感じだ。開けてみるか。開いた。校長だ。何見てんだよ。おいてめえ。やってやる。かかって消えがる。容赦しないぞ。調子に乗るなよ。よく吠えるね。見さらせ。やる。仕留める。出力全開。調子出てきたぞ。こいつは重いぞ。くれ。バリア。やりますか。脇が甘いな。芝を伸ばしてもっと放つ。手加減はなしだ。悪く思うな。せい。加減できる。止まらねえ。俺の番。やべえだ。めぐまわる。やるか。仕留める。行くぞ。で、うわ、調子出てきたぞ。こいつは重い。くれ。パンチかますぜ。止まらねえ。くらえ。やりますか。私に分かかってこいよ。脇が甘いな。手加減はなしだ。悪く思うな。相手にならねえな。まだ強くなれるだな。大人の渋みが出てきたぜ。まだまだ強くなれそうだ。またいい男になっちゃった。見とれないでやね。なんでパン屋でパン選ぶと。おお、たす焼きたてパン。戦い。おお、そこでな。ありがとうね。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。スペシャルパンケーキ、思ったよりすごいボリューム。美味しそう。ああ、これは食べご。ん？どうした？そういえば前に足立さんに私の買っておいたプリンを勝手に食べられて、まだ返しても。急だな。それいつの？何年か前。随分と前なのに根に持ってる。まあ食い物の恨みってのはいつまでも残るからな。俺の知り合いも未だにそのことを許して。クリームパンで親しき中にも礼。その日のケーキに乗ってるイチゴうまそうな。殺すぞ。ダメだった。そりゃそ。
ごちそうさま。ありがとうございました。戦い方にはキレがあるよな。本当？キリュウさんにそう言ってもらえるなんて、やっぱりあれが…なんだ？いや、湯切りだよ。ん？そう、ラーメンの湯切り。速さと反動を意識した動きを少ない多いと麺の食感が悪くなるからね。って、あのキレのルーツが湯切り町のラ…よし、後で薬屋行って床くり大掃除でもするのか。いや、うち中華料理屋じゃん。どうしても床滑りやすくなるから。ああ俺あれ許せないんだよね。一回両手に料理持って3回転半ジャンプで何とか持ち直したんだけど、あれこけて料理を無駄にするわけにはいかないからね。なんかな、それよりお前のいい感じだ。ここのワゴン販売は、ああ野菜も売ってるんだな。さ、ここはいい野菜が多いからね。新鮮ってことか。それもあるけど、大根はずっしり重くて毛穴が少ないもの。なるほど、さすが料理。めっちゃ吟味して買ってるから。お前の場合は一回、それ褒めてる？よし、絆が深まったぜ。あ、よっつばのクローバーが生えてる。おお、よく見つけたな。拾って押し花にでも。それもいいけど、やめておくよ。俺はさ、今結構楽しいんだよね、みんなといる。だからこのラッキーな葉っぱは他の人に譲るよ。へえ、優しいじゃねえか。別に、本音は手が汚れ。ビエシャン放力。後悔するなよ。容赦しないぞ。必殺。わあ。よし。よし。調子がいいぞ、私は。ああ。もうギブアップ。止める、君一歩。調子出てきたぞ。こいつは重いぞ。どうにもあらん。ダウンとかますよ。
目立っちゃおうかな。しのげるかな。やるくない気分だ。人生これ成長。素直に喜んでおくか。さっきの話だけど、俺はさ、今結構だからこのラッキーな。へえ。別に本音は手が汚れるからさ、爪も手入れしてるからね、俺は。ま、そういうことにし。いい感じだ。バーチャファイターあるじゃん。超まあね、特にこのバーチャは当時子供なく。それじゃあ、いや、そうでも。もないんだよ。ドリキャスでやりこん、アーケードのスティックじゃん。アーケードスティックをゲームと一緒に買えば、と。それ以来、武器や道具は常に本番を想定して用意。何が人生の教訓となる。よし。悪くない。抑えるに。できできない。容赦しないぞ。どうした。見さらせ。超えるね。調子がいいぞ。私は。調子出てきたぞ。もうギブアップ。ダーンと出ますよ。来ないでしょ。食らいなよ。潰れろ。手加減はなしだ。逃がしゃしねえぜ。
しのげるかな。容赦しないぞ。一緒やりますか。おう、二人でやるよ。火力2倍だ。私、肩をつけよう。よし、一発で決めるよ。当然だ。気乗りしねえ。来ないぞ。終わらせる。気が甘いな。ほら、目立っちゃおうかな。来ないでしょ。ほらほら、感じるぞ。これでかますぜ。来ないでしょ。力の差を見せて。容赦しないぞ。ガーンとかますよ。逃がしゃしねえぜ。しのげるかな。問題ねえ。調子出てきたぞ。覚悟できてる。もうギブアップ。悪く思うな。ヘリが私みたいすりゃかますね。よいしょ。まだ強くなれるだな。大人の渋みが出てきたぜ。まだまだ強くなれそうだ。前にいた呼び込みだったんじゃないみたいな。あって感じかと思ってた。
確かに声大きかったし、そのせなああの二人何ジロジロ見てんのよ。ぶん殴るわよ。えぶっ殺す。俺たち平和ボケ室。そうね、人間不信にさせて。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうね。いらっしゃい。この店はこう…やはり料理人としてはライバル…別に気になるってほどじゃないけど首相な…そういうわけで結構前の話だけど、カスが急に男…何さあ、子供の頃に…なるほど。か、しかしそれ以上にお前が春日の家でに…そう、別に普通だ…それは遠慮しておこう。ごちそうさま。ごちそうさま。ありがとうな。良さそうなショップ。別に構わないが。まあないわけじゃないけど、だからお店で直接見たい。確かに通販。そうそう、俺毎回思ったのと微妙に違うのが届いちゃって返品する。いいでしょ、物はいい感じだ。よく分かってきた。コンビニのレコザコ。あ、いらっしゃいませ。ありがとうございます。キリュウさん知ってる？最近の自動向けマン、すごい。フロー、あとクレーンゲームもあったね。なんだ。そう、組み立て式で。今はそもそも何の店の常連が子供連れ、それを俺が手伝ってたの。親父は横でチャーハン食うだけだ。アットホーム。よし、絆が深まったぜ。線の前を通ると苦い思い、苦い思い、盆栽名館っていうか、最近のガチャガチャって、足を見返しとるじゃな。そしたら全6種中5個かぶりなしで1
きに来たからさ、もうコンプリートしてやろうと全然出ないんだよ。おかげで7000円。いい客だなお前。でもまあ最後の1個出た時それは良かったな。最近コンビニプリンが美味しいのよ。しかも俺みいめいい感じだ。よく分かってきた。ありがとうね。苦いボンさ、そしたらもうこ全おかげいい。でもまあそれは赤いそよし。絆が深まったぜ。お疲れ様。そこ開かず。ユリアさん、だだそここれたまいやももそ。もういお身もとがわちそいそいやむそんそブログでしょ。それね。両そいおや。どう。俺お前そちょで。レンチまあ。それでおーだいけど俺がそうかかれおまこなじゃこきいいのそりゃね。こんつ。ブロガー。そこまでしてやるギリ。
くはないで、ま、しか…ありがとうな。おーし、まあそうなんだけど、立てるの思ったより本格的。最初は今ではく、もともと今とな、目的いい感じだ。コンプリートだ。
よう。きれ、ああ、こりゃもうた連中、その無知ってのは怖い。キリュウさん、沢城が見えた倉庫の中。俺たちは沢城。もう、おい、なめてんのかこれ。来る気があんならさす。なんだとこれ。すぐに見つかってきやがる。容赦しないぞ。相手してやる。はいはい。おらよ。必殺。もうギブアップ。ごちそうだ。残さずつらい。調子がいいぞ、私。おれおれ。やるのか。うん。脇が甘いな。手加減はなしだ。ほら来い。こいつは重いぞ。よくない。遊んでやるか。なんとかますよ。やるのかよ。容赦しないぞ。見さらせ。ごちそうだ。残さずくらえ。カブ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 。やった。止める。しつけの時間だ。逃がしゃしねえ。調子出てきた。やりますか。まだ俺の活躍悪くない気分。人生これ成長ってな。素直に喜んでおくか。格が上がった。お前らはそれとも組の命令で振るった暴力。そんな覚悟でいりゃどこ本気で人生立て直したい。私を立てついてきた奴にはきっちりけじめをつけさせる。それたまに本表のね。ああ心配は無用です。代わりの大概さんで行け。連中を食い物にするためにあいつらにとっちゃ。ふん。そういやこんなこと。仇の世界は全く自由。元ヤクザがですが、ここでは常時100人近い組員が作業をするんですが、それができるのもそう。この監視塔を見て管理される側はパノプチ君という無所の監視だ。ご名と結局お前らは救ってやるために。エビナが。お前も口には気をつけ。エビナさんへの忠誠命令が今時の。だが来い。性のステッキ。珍しい獲物を使いやがる。扱う武器が一つとは限らねえ。気を引き締めていかねえと。力の差を見せる。仕留める。
頑固な汚れも。手加減はなしだ。逃がしゃしねえぜ。悪く思うな。目立っちゃおうかな。相手してやる。私は調子出てきたぞ。やるのかよ。どうした？リズムだ。もうギブアップ。あいつはどうする？ダーンとかますよ。治療する。死ねー。手加減はなしだ。さすが伊達じゃねえな。いい加減終わりにしましょうか。イラつかせやがる。あらら、何も持たないでどうするんだろうね。何か嫌な気配がする。やるか。二人でやるか。火力2倍だ。手加減はなしだ。よく吠えるね。やるか。
デリバリー頼むぞ。本日はご来店さんにまっこりありがとうございます。ご指名いただきました我領事サンティアゴ・ユーミラー。ワッシュワッシュ、ご指名ありがとう。君の人に乾杯。ユーミラーです。お近づきの印、綺麗な顔ですね。おい、俺を見ろ。今夜はずっと一緒ですよ。お前は俺のものだ。はい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 、エクスタシー。それではとどめの3、2、1、イエッソー。またのご来店をお待ちしています。もうギブアップ。調子出てきたぞ。こいつは重いぞ。そろそろ到着。調子がいいぞ。私は仕留める。キンイッカ、容赦しないぞ。必殺相手してやる。しのげるかな。手加減はなしだ。来ない。食わると思うな。食え。相手にならねえな。まだ強くなれる。大人の渋みが出てきたぜ。人生これ成長ってな。まだまだ強くなれ。素直に喜んでおくれ。またいい男になる。あ、やった。あの沢城ぶっ倒してやった。さすが桐生さん。俺はこっからつっ、うわっ、監視の目から。そこまでやる必要があるのか。後で一の家に俺もすぐ向かいます。シュート？何もそこまで。もうここに用はねえ。次は海老名だ。やっぱ面白いわあの人。いやまさか、いつもスカしてた沢城があんな声上げて海に落とされるなんてよ。ちょっと衝撃的だよね。なるほど。それじゃあ海に落としたのも沢城と示し合わせてたわけですか。ああ、この後春日の部屋で待ち合わせてる。桐生さんは沢城を信用することにしたんですね。信用できるか見極めるために話すんだ。何にしてもあいつはお忍びで来るわけだからな。それなりに変装してくると思うぜ。ちょっと楽しみかも。